大泉康氏は、日本の薬剤師、薬学者。学位は、薬学博士。東北大学名誉教授。東北大学薬学部講師、株式会社三菱化生生命科学、研究所筋細胞生理学研究室室長、東北大学薬学部教授。東北大学大学院に薬学研究科教授。横浜薬科大学薬学部教授などを歴任した。 東北大学大学の薬学部にて薬学を学び、1967年に卒業し薬学士となる。卒業後は、東北大学の大学院に進み、薬学研究科にて研究を続けた。1972年、博士課程を修了し、薬学博士となる。学位論文の題は、昆虫脱皮ホルモンの吸収、分布、代謝及び排泄に関する研究。 大学院修了後の1973年、母校である東北大学に採用され、薬学部の助手として勤務した。アメリカ合衆国にわたり、1977年より、カリフォルニア大学サンフランシスコ校の医学部に勤務し、ポストドクトラルフェローとなった。日本に帰国後は、東北大学に戻り、1978年に薬学部の講師となった。しかし、同年、 三菱化成工業に転じた。同社の生命科学研究所にて副主任研究員に就いた。その後、1980年には三菱化成工業の生命科学研究所にて主任研究員となった。1988年には同社の生命科学研究所に置かれた筋細胞生理学研究室にて室長に就任した。なお、同年。 三菱化成工業は三菱化成に社名を変更している。後に三菱化成は三菱化学となり、それに伴い、研究所の名称も三菱科学生命科学研究所となっている。その後、東北大学に戻ることになり、1990年に薬学部の教授に就任した。1999年により、同大学の大学院薬学研究科の教授となる。 2006年、横浜薬科大学に転じ薬学部の教授に就任した。また、東北大学より名誉教授の称号を受けるとともに、同大学の大学院工学研究科が要する、町林海洋外工学研究センターにて、客員教授に就いた。また、2008年には、静岡県立大学の大学院薬学研究科にて、特任教授に就いた。 アミロイド β 研究の対象は薬学であり、現在はアルツハイマー型認知症について研究している。みかんに含まれる成分を使ってアルツハイマー型認知症の症状の改善を試みている。研究の過程でみかんの皮から取り出したノビレチンにアミロイド β の沈着を抑制する効果があることを見出し、その特性を生かした商品開発の道を探っている。 ありがとうございます。